アーラウは、スイスのアールガウ州の基礎自治体で同州の州と、1798年に短期間だが、スイスの首都にもなった。市庁舎アーレ川沿いに位置する。精密機械、工学機器などの生産が盛ん。近隣の都市としては、約35キロ東にチューリヒ、40キロ南東に、ルツェルン、40キロ北西にバーゼル、40キロ南西に、ゾーロトゥルンが位置している。 1240年代にキーブルク博によって建てられた。キーブルク家に男系の継承者がいなくなったためにハプスブルク家のルドルフ一世に相続され、同家によって1283年に都市特権は認められた。18世紀初頭より繊維産業が発達した。1798年、イタリア北部とフランスの交通網を確保するためにナポレオンはスイスに 傀儡国家の樹立を図った。こうして成立したのがヘルバティア共和国であり、アーラウはその首都とされた。しかし、スイスの実情を無視して、中央集権化を図ったために間もなく、画界、文献的体制へと移行を図った。この際に、アールガウ州の原型が成立し、アーラウは州都となった。19世紀半ばより鉄道など交通網の整備が進み、 アーラウの工業化が進んだ。ありがとうございます。